バナナ TV。 バナナショー、やべえ、うわあやべえ、最高だイエーイ、このバギー最高、あ最高これバルうわあすんげえでかいぞ、はい、バルスタートいいね、今回挑戦するエンターテイメントなんですけど、うん、究極に女子受けしそうなエンターテイメント、なんだべな、現状はあるね、究極に女子受けする、日村の歴史ってことだったんですかね、なるほどね、あ、来た来たおお、マジで、すげえバナナ TV ですね、なんかスパンが短い気がしますね、そうですね、バナティ今回13回目で、すげーなー、すごいね、もう4年目、4年目ですね、4年目ってんの、そうだ、すごい、そんな続く番組ないですもんね、今このご時世でね、まあ、こんなに海外行くやつ多分いないしねまあね、うん、しかもタダだからね、タダねよく続いてるよ、他の人に説明会があのいつも聞かなくてさ、うん、明日何やんのっつって、明日海外行くんだっつって、え、どこ行くのっつったら、いや分かんないっすってのが全然、で、何、どういうことっすかそう、前回はオーストラリアの映画祭で、はい、まあまあすごかったね、いやすごかったね、 UFO すごかったね、あれすごかったでしょ、ね、そうそう、橋のところにパーってね、やっぱさ未確認ね、しかもあの時隕石持ってってたんだよね、そう、これマジなのかね、あの人は何かあんのかもしれないっていうね、だっていろんな海外行って UFO の話なんか一回もないじゃん、うん、そうそうそう、なのにさ映画はあ、なるほどね、そっちね、そう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 、ベイマックスが面白くて見たベイマックスまだ見てないんだよな、見てないんだ、見てないんだよな、あれでもドラえもん何回も見て、見てる見てる、何回も見に行ったでしょ、ドラえもんでも2回見て、飛行機の中でも1回見たことある、3回見てる、3回見てる、うん、なんでそんなもう感動しすぎて、違うよ映画ってその映画じゃないよ、頼むよ、なるほど、今年はなんて言ったってね、うん、スターウォーズ、スターウォーズ年なんて言われてそうか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 、そう、俺らもちょっと絡ましてもらってんだよね、もうやってんだけど、ね、うん、もうだからああいうね、うん、対策が今年なんとまた見れるっていうね、うん、そう、対策じゃねえよ、言わすな対策じゃねえよ、言わすな、あれか、クズ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 、日村クズ、さっきクズ山、クズ山、ポコチン太郎ゲス太郎だよ、そうだ、うん、映画祭ね、そうそうそう、ジャパニーズフィルムフェスティバル、そうそうそう、すごいね、すごいウェルコムな感じ で、ね、小山から考えてもらったスピーチも一応ちゃんと言いましたし、見たよ、はい、すげえすげえダメだったいやいや、よかったと思うけど、英語で挨拶したらすげえいいと思う、向こうの人もなんかおおみたいになってたよ、うんうん、盛り上がってたし、うんうん、ただあー途中なんかブザーがついてた、でもあんな長えの覚えらんない、忘れちゃったんで、あれってすげえスラスラ練習で言う、ナイス to me to you my name is っつってね、よかったよ、なんかあれが逆にこういいんじゃない、好感持ってたのか、好感持ってたのかな、で早速、はい、今回ってことなんですけども、うんうん、行き先発表の前に、はい、ノンストップ終わりで、そうなんですよ、あ、そうだね、お腹空いてんじゃないかってことで、うん、そう、もう腹減っちゃって、行き先発表の前に今回はつなぎ飯をやろうかな、ありがたい、昼飯、昼飯、いや腹ペコなんですけど、まあ、ノンストップ終わってすぐだったから、ご飯食べてないから、結構何回もやってるんで、うん、僕らも結構プレッシャーで、この前覚えてるのはイカ飯、イカ飯だったね、あれうまかった、あ、その後が、カツサンドも、カツサンドもやったね、そうだ、オーストラリアの時はカツサンド、いろいろあるんだよね、そうですね、で今回はちょっとサイズ的にはちょっと甘いものであるんですけど、何今回こういうものを、何これ、これあの金庫芋、金庫芋チョコレートっていう商品でして、何これ、干し芋を、うん、チョコレートでコーティングしたもの、超俺の好き、そういうことだ、はい、俺が干し芋も好きで、干し芋好きだって知らなかったっけ、知らない、俺干し芋も好きなんだけど、チョコがコーティングしたあるのも好きじゃん、ってことで両方を兼ね備えたもの、じゃあ食べようよ
うん、国産の芋で、ちょっとすごいじゃん。最近チョコでこうコーティングしてるものってすごい多いよね。ああいいね、いこう、うわ、いただきます。